わだこはどうもメリエです。それではバイオレット続きをやっていきましょう。いやまあちょっとね、学校に向かいたいんだけど、学校への道が意外とね多いし、ポケモンたちがねめちゃくちゃいるから、ちょっとまだつけてないんだけど学校に。なんだこいつちっちゃ。腕がね太いんだよねこいつ。意外と筋肉モリモリみたいになるんじゃない、進化するんだったら。ムキモッチでいこうかな。いや腕やばいもんね、えぐいよね。おお出会ってしまった、ミライトに。あ、ここでサンドイッチが効いてくんのね。スマホのともあげてんのいやあげちゃダメだろめっちゃ食べてる。ガツガツ。腹が減ると凶暴さに見分けがかかる。やさぐれんでしょう。すごい挙動になってますけど、しょうがねえなみたいな。かっこいいわミライドン。まさかここで星ガラスと勝負することになるとは思わなかった。あ、なんかあるね、村みたいのが。え、ウパーめっちゃ可愛いんだよなこれ。え、体長。アナゴさん来たよ、なんとか。まあちょっと今回は、まあ、探索もしながらなんだけど、まあ、ちょっとね、学校に行くのを目指してやっていきたいと思います。まずは、お、甘かじ？まあ、結構ね、探索する場所がめちゃくちゃあるから、ちょっと探索しながらやっていきたいんだけど、ちょっと話しかけていこうか。アイスはいかがですか？え、めっちゃ美味しそう。これどう見てもあれじゃん。31的なやつ。31アイスじゃん、31アイス。え、これ何？個性の強さが癖になる。食事パワー、レイドパワー、フェアリー、デカデカパワー、鋼。え、よくわかんないな。ま、経験値パワーとかわかるじゃん、多分なんか。ノーマルタイプの経験値が上がりやすくなるとか、水タイプが捕獲しやすくなるとか、多分そういう系だと思うんだけど。ちょっとよくわからないね、まだね。ちょっと待って、なんか、照り焼きって書いてなかった。照り焼きアイスって何？美味しいのかな、これ。よし。アイス屋さんいいね。ちょ、話しかけてね、行こうかね。あー、喉。え、なんつった今。喉いっぱい？初めて聞いた。喉いっぱいって表現。ややこまかわいい。ややこまって意外とあれなんだね。おとなしいんだね。襲ってこないんだね。あんまり。巻き直して届いてたわ。あ、入れない。お、勝手に人の家に入れない。あ、気になってたのよ、こいつ。手持ちの先頭にいるポケモンよ。ファンキーやな。え、これさ、ケンタロスなんだよね。でもなんか普通のさ、知ってるケンタロスと色が違うけど、意外と見た目に変化があんまないから、どうなんだろうね、これ。リージョンフォームなのかな？気になるよな。学生さんね、6匹まで持てるからいっぱい連れていくといいよ。教えてくれる。あ、ここ入れっかな。入れない。さすがに人の家にあんまり入れなくなってる。もしかして甘カジがもしかしたら近くにいるのかな。甘カジ結構みんな連れてるよね。え、みんななんか甘カジ連れてる。甘カジとシキジカ連れてるな。映えるわ。敷地か。話しかけられない。プラトタウンに住んでいる学生は、寮じゃなくて、家から通学、近いからね。坂道が。学校でポケモンの、はい。オッケー。こっち。ちょっとアイテムはね、やっぱ取っていきたいんだよね。できれば。南一番エリア。あ、そういえば今回あれなんだね。まあ、ソードシールドの時も、なんだっけ、なんとかエリアあったけど、ワイルドエリアはあったけど、こう、いつもさ、ポケモンってさ、南蛮道路とか、だったけど、今回はないのか、もしかして。経験ある、お、経験ある、来た。あ、技マシンっぽい。ププディン。わ、来た。パモ。お、アシストパワー、なんか、
こらえるとかアシストパワーとかすごいなんかテクニカルなさ、技マシンばっかだね。え、パピモッチめっちゃいるじゃん、ここら辺。フェアリータイプが多いね。キルリア、じゃあ、ラルトスもフェアリーだしさ。フェアリータイプ、フェアリータイプばっかり。プラートタウン、南一番エリア。これ、学校こっち側でしょ？ちょっとまず学校行こっか、さすがにね。さすがにちょっとね、学校見なそう。あ、アメ玉いるんだ。アメ玉捕まえられるかな？ちょっとやってみるか。ニャオハ。あ。足滑らしちゃった。飴玉捕まえて、虫ポケモンもやっぱ多いな。ちょっと相性はあんま良くない気もするけど、まあ、いいか。ニャオハ。え？もうちょっと、遠めか？ニャオハ。いや、水タイプじゃなくてもさ、あ、なんか、あんまうまくいかない。あ、当てればいいんだよね。下手くそ。こっち、ここ、ああ足が滑る。なんか、つるっていくんだけど。じゃあ、アメちゃんはちょっと後回しにするか。ちょっと待って、帰ってこなくなった。あ、よかった。主人公帰ってこなくなったかと思った。あ、技マシンある。ネムールは、まあ、強いかやろ。ちょっとどうなのって感じ。まだ早くないって。あ、そう、こっち側話しかけてないな。うちの子は数学が得意で、うちはバトル学か。バトル学いいね。あ、まあ、こんなもんかな、言うて。ペリッパーおるやん、めっちゃ。これペリッパー痩せ？これ。こいつ痩せ？違うか。ペリパでかいね、やっぱね。よし、じゃあ、向かいますか、学校。プラハタウンだったっけ？プラハタウンはね、とりあえず見たから。おー、まあ、この前見たメンツ。まあ、ちょっとまずはね、ちょっと、向かおう。うん。さすがにね。傷薬。つまり、これカメラ感度とか変えた方がいいかな、ちょっと。なんか上下が早すぎるよね。カメラ感度変えよう。カメラ感度変えられないのか？あ、オッケーオッケー。慣れるしかない。傷薬。あ、でもなんか、この、まあさっき飴玉いたけど、まあ大体、あ、甘火事って一応捕まえとくか。ちょっと戦闘にする、誰にしようかな。あ、毒。ウドクパル。ウドクパル何タイプ？毒？毒地面。あー、なるほど。まあいいか。ちょっと行こうか。ちょっと待って。ぶつけたい。よし、来た。意外とコツあるよね、これ。野生のアマカジの不意をついた。じゃあ、ちょっと、ウドクパル。うわぁ、マッドショットと体当たりか。毒タイプ覚えてないのか。体当たり。あ、いいんじゃない？結構いいダメージ。向かい。仲良くするってなんだっけ？特性同じになるんだっけ？あ、攻撃下がるのか？オッケーオッケー。耐えたり。やばい。結構しんどい。跳ねる。山火事はさ、いるけどさ、俺の好きな、カマキリじゃないけど。いるかな？カマキリ。カマキリじゃない。カリキリ。ラランテスいるかな？あ、いなそうだよね、ラランテスね。甘い匂いに釣られやってきた。欲張りすに木の実と一緒に尻尾に包まれ連れ去られる。うわ、怖。ニックネーム。どうしよっかな。最終的にあれだもんね。あ、なんだっけ。名前ちょっと忘れしちゃった。名前何でしようかな。クイーンジャ。クイーンジャーにしよう。クイーンジャ。ちょっと、マジで名前何だったっけ？アマカジ、アママイコ、アマージョか。あ、じゃあいいじゃん。あ、じゃじゃん。ジョじゃん、そっち。本当名前。はいっか。いや、この表紙がね、本当にいいね。テンション上がるわ。とりあえずやっぱ学校に行って、
始めないと何も始まらないから。うわ、え、何あいつ、待って、なんかいるぞ。あ、いや、ちょっとウソハチもいるけど、なんかいる。ちょっと待って、急になんか知らんポケモン来た。まずはちょっとウソハチを捕まえよう。待って、なんかし、あれ覚えてないの、ほっぺスリスリとか覚えてない、ないか。え、どうしようかな。舌で舐める意外と麻痺らせられるんだったらありだな。ちょっとパピモールンを先頭にしてみるか。ウソハチ捕まえよう。ウソハチなんかモフも意外とモフモフしてんだね。なんかツルツルしてるイメージだったけど、舌で舐める。あの後ろにいるやつ見たことないけど、初めて会った気がするけど、あいつマネッコか。あ、麻痺見たくないな。あ、なんか舌で舐める、めっちゃ麻痺んない？これ 100% とかになってる、もしかして。もうちょっと見てみるか。技を見る。は、Y ボタン。あ、いや、100% じゃないよね。え、なんかめっちゃ確率高くない？こういうなんか技の変更とかあんのかな、今回って。どうしようかな。にゃにゃんはで行くとちょっと倒しそうだよね。アナゴさんの水鉄砲とかちょうどいいんじゃない？パピモール戻ってもらって、アナゴさん、初アナゴさんバトル。うわ、すげえな。インパクトすごい。いや、死ぬ。水鉄砲。勝てえ。やばい、死ぬ。ちょっと待って。アナゴさん。やべえ。ウソハチが強い。え、どうしよう。マットショット倒しちゃうかな。ちょっとやってみるか、でも。チャレンジ、チャレンジ。マットショット。よっしゃ。あ、今回マットショットなんか、ボコボコボコなんだね。ジタバタ。やべえ、強い。ちょっと待って。ウソハチ強い。ウソハチが強いんだけど。モンスターボール。めっちゃ強いよ、ウソハチ。オッケー。あ、なんか、ボールの、捕まえるまでが結構、テンポが早いね。いいね。体の余計な水分を目から外に出す。成分は人間の汗に、あ、そうなの？汗に近いんだ。初めて知ったな、その情報。ウソッキー、ウソハチ、ウソッキー。偽りの、偽りの僕。1,2,3,4,5 偽りの僕。あ、多いな。偽りの木。そのままなんだよ。そのまますぎるんだよな。偽りの。偽りのにしようかな。偽りの。ボックスへ送る。まあ、ちょっとまず進歩系でね、やってみて、で、後からまたパーティー考えようかな。いや、ちょっと待って、パーティーがすごい傷ついてしまった。あ、そうそう、ちょっと待って、ちょっととりあえずここ取って、こいつだよな。なんだこいつ。ちょっと待って。ちょっとね、アナゴさんやられちゃったんだよ。元気のかけら意外と序盤からもらえるからいいね。ちょっと回復して、ごまかせ回復楽かな。どうしようかな。でもなんか、ちょっとアイテムさ、ケチりたくなるからさ。よし。こいつなんだ、マジで。ちょっとやってみよう。何こいつ土星さん？シル。え、でもちょっとね、なんかちょっと思ったのが、ノーマルタイプか、こいつ。なんかあれに似てるな。あの、なんか公式サイトじゃないけどさ、発売前にちょっと情報が出ててさ、ちょっとグルトリコ行ってみるか。なんか猿みたいなやつ、毒の猿みたいなやつ。あいつに目が似てない？違うのかな？
なんかめっちゃ睨みつけてくる。めっちゃガン飛ばしてくる。これ名前ちょっとガン飛ばし系の名前にしようかな、捕まえたら。あ、引っかいて、いや、行って、お前爪どこだ？爪どこにあるんだそれ。え、グレトリコ、あれなのかな、マジでフェアリーなんのかな。エコボイス。いいダメージ。もう一回。行って。いや、急所に当たった。グレトリコちょっと張り切りすぎ。え、ポイズンテール？マジ？ポイズンテール、ポイズンテール強くなったのかな、そういえば。ポイズンテールさ、好きなんだけど、なんかあんま強くなかったイメージなんだよな。威力が、なんか素の威力が弱かった。60ぐらいじゃなかった？ポイズンテール好きなんだけど、急所に当てりやすくて毒るんだっけ？ちょっと待って。技見れないの、これ。え？あ、見れた見れた。Y ボタンか。いや、50だったっけ？弱いな。弱いわけじゃ、今の段階では強いけど。まあ、急所当てりやすいから、まあ、いっか。で、これなんか、リボンがね、気になる。こいつ持ってんだよな。暁の証。早くに目覚めたポケモンである証。スキルか。オッケー、なるほどね。で、グルトリコがちょっとやばいけど。あ、これじゃああれやってみようか。お任せ回復やってみよう。これ、何使う？いい傷薬とか使う？もう、まあ、わかんないけど、まあ、いいか。とりあえずさっきのやつ、さっきのやつ捕まえよう。ここにいたよね。ここにいたんだよ。あれ？あ、こっち、こっち、こっち。あれ？いない？ん？お、いなくなってる。あれ、ウソハチ捕まえたよね。捕まえたね。え？こいつなん、あ、こいつはさっきのあの雲だから。え、ちょっと待って、どこ行った？あ、いた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 。こいつ何？なんだこいつ。猿なのか？やっぱ。欲しがるで行こう。ハイキンボール。欲しがる、そんな感じなの。めっちゃゆっくり動くね。グルトリコじゃない。なんだっけ。グルトンがめっちゃ焦ってる。左奥で。いいね、パピモレン。やっぱ毒タイプ。やっぱ、いて、そっか、フェアリーだ。やばいやばい。これ捕まえないとやられちゃう。やっぱ猿なんじゃないの、こいつ。進化したら猿になるんじゃない？わかんないけど。シル。あ、シリを、シルだから、やっぱなんかシル出すんだよ、きっと。縄張りに敵が近づかないよう刺激臭がする毒液で巣の周りに図形を描く。あ、やっぱそうだ、なんか、毒、あ、ネズミなんだ、こいつ。猿かと思ってた。ネズミなんだ。どうしようかな。シルマウス。シルマウスなんかちょっと字面えぐい。字面やばいもんな。シル、シュル、シ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 ルネズミ。シルネズミ。シルズミにしようかな。シルズミ。シルズミは、なんか多分ね、発売前に姿が出てたやつになりそうな気がするから、ちょっと毒タイプもね、被ってるから、ちょっと一旦預けよう。ネズミだったんだ、こいつ。なんかと思ったな。よし。あ、もう学校近くないこれ。いいんじゃないか近づ、え？ケモンいないね。え？なんかいる。こいつなんだ。アメ玉いるじゃん。ちょっとアメ玉捕まえるか。アメ玉、パピモルンでいいでしょ。かわいいね、アメ玉ね。じゃあ、舌で舐めるでまずまひらせて。あー、まひんね。さっきたまたまか、じゃあ。お互い一回目で舌で舐めるでまひったのは。じゃあ、相変わらず、うわ、死ぬ。パピモルンがやられてしまう。まひれ。やばい。マジか。パピモルンがやられてしまった。あ、めっちゃ、あの、左で見てる、ややこまが可愛かった。にゃにゃー出して、捕まえよう。モンスターボール。
ッケー。え、待って、始めてからさ、まださっきプラハタウンをさ、ちょっと探索して、ちょっと出てきたばっかりなのに、もう20分経ってんの、ちょっとびっくりしたんだけど。そんな経ったもん。頭の先から水飴に似た甘い匂いの 液体を出す。水草の多い池に住む。あー、何にしよっかな、名前。飴ちゃん。飴ちゃんにしよう。ボックスに送る。飴玉。意外と図鑑埋まってきてるね。めっちゃいい感じじゃん。さっきあれシルシルでしょ？ちょっとアイテムだけ取って、いや、アイテムを取ろうってするから多分進まないんだよね、これ。やばい、ぶつかる。欲張りすぎ。うわー、やばい、くそ。欲しがりすにぶつかってしまった。え？この、待て、グルト、何？あ、グルトリコが。あ、そっか、パピモルンやられちゃったから。え、待って、グルトリコはさ、今どっちが強いの？特攻攻撃？攻撃13、特攻11、OKOKOK。どっちでもいいのか。じゃあ、どうしようかな。まあ、じゃあ、体当たりでいいんじゃない？体当たり。いいよ。これ野生ポケモンがね、なんか、普通にいるのがいいよね。周りに。焦ってんだよね。やっぱバトルが急に始まると。かわいいよね。オッケー。それ倒して。まあ、経験値がね、やっぱ入るから。あそこは、いいか。こっち、あ、でもトレーナーなん、待ってよ。なんか話しかけた方がいいっぽいな。いや、こいつバトルだろ。なんかモンスターボール光ってるもんだって。まあ、一応バトルしていくか。せっかくだから、やっぱ、やっとこう。これさ、いろんなところにさ、まあ今回行けるわけだけど、ジムリーダーとかってさ、レベルどうなるのかな？合わせるのかな？こっちに。そこがすごい気になってるんだけど。好きなところから行けるんでしょ？ジム。どうなるんだろうね。まあ、上とかはちょっと行かないでおいて、ちょっとバトルしていこうか。せっかくだから。じゃあもう道沿いに、上がっていこうか。これは、ちょっと待って、なんかいつも開いちゃうね。お任せ回復で、あ、瀕死のポケモンには、ちゃんと自分で、やらないといけないと。オッケー。よし、ちょっとニャニャンハンをね、先頭にして、行こうかな。よし、行くか。ドゥ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 。あ、待って、俺、看板の裏に、あの、宇宙人いたの見えたわ。ディンタロー。どうしようかな。フェアリーだもんね。まあ、普通にコノハでいい。そう。やっぱね、強いわ。やっぱりね、ニャンハ強い。本当に。デルビルはダメだな。これ、アナゴさんがタイプ的にいいんだけど、アナゴさんなんかいまいち強くない気がする。今のところ。どうかな？ちょ、アナゴさん行ってみようか。まあ、いけるでしょ。さっき相手が悪かっただけだよ、多分。アナゴさん。デルビル。ちょっとデルビル捕まえてないな。あれ、捕まえたっけ？記憶がないもん。いろんなポケモンがさ、出てきすぎて。水鉄砲。オッケー。よし。アナゴさんいいじゃん。アナゴさんいいね。てか水地面じゃなくて水なんだね。僕のポケモン2匹。何を言ってるんだ。いた。よし。コインゲット。この道沿いに行けばすぐ着きそうだな。誰だこの人は。ドゥ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 。通学中におじさんとポケモン勝負しないかい？いや、怖いよね。清掃員なんだよね。なんかイルカ描いてない？あいつ絶対ポケモンでしょ？あ、ゴワー！ゴクリンだ。久しぶりなんか。ゴクリン毒タイプだから、
変えた方がいいな。あーどうしよっかな。なんかあいるじゃん、ウドクパルいるじゃん。え、なんか右下、右上光ってるな。あれ、なんなん、木の実だっけ。早くに目覚めたウドクパル、いいね。なんか二つなるといいね。うわ待って、あくびやめてほしいんだけど。どうしよっかな。もうゴリ、いやゴリ押そうか普通に。まだちょっと、でもゴクリン特防高めなはずだから、どうだかな、効くかな。あいいねいいね、さすがに翼も下がって、め寝ちゃうんだけど、でもしょうがないね。様子を見る。ん？これ眠りは、眠りの説明とかは別にないんだね。マットショットって、命中95か。体当たりでいいんじゃないかも。グーグー眠っている。あ、これカメラもね、移動できるんだね、自分で。アタック。いた。体当たり。あー、起きてくれー。起きて、ウドクパル。はたく、いて、目を覚ました。オッケー。そういえば、アルセウスの時はさ、近接技系は、こう、ポケモンの方に、マジで攻撃してる感じで向かっていってたけど、今回はいつも通りな感じなのね。いってらっしゃい。あ、いってらっしゃい言って、なんか最初ちょっと危ないおじさんかなと思ったけど。ありがとう。優しい人だった。よし。え、ピンプクいるけど。ヒマナッツもいるじゃん。なんかマジでさ、出てくるポケモンがさ、多すぎて。結構、すごくない？こう、もうポケモンの種類がすごいよね。語彙力。噛みつく。いいね。わ、めっちゃ強い。噛みつく強いな、やっぱ。モンスターボール。いや、これで、ピンプクを、なんとか捕まえて、オッケー。いやー、いいね、ラッキーか。強いからな、普通に。わ、いいね、みんななんか、あ、マジカルディーフ、え？ニャンニャンハーはどっちが強いの？特攻撃、攻撃が方が強いのか。じゃあ、ちょっと残しておきたいよね。でも一応なんか、必ず命中するから、一応持っとく。引っかく、いいか。加熱変わるし。お、パピモルン噛みつく。パピモルン噛みつく。星からあるからな。体当たり別にいらないような気もするんだよな。まあなんか、別に尻尾振りいいか。アナゴさん巻きつく。次、ヒマナッツか。ピンプク、ままごとポケモンだったんだ、ピンプクって。白くて丸い石を卵と思い込んで大事に持っている。巻き毛の形を気にしている。え、そんな設定あったの？ピンプクなんか可愛いね。やっぱね。こうやって見るとね。ピンプク。どうしようかな。ピンク。ピンプク。ラッキー、ハピナスでしょ？どうしようかな。ピンププップ。ピンプププップ。ピンプププップでいいかな。ボクセ送る。ヒマナッツ難しいな。ゲット。なんか、倒しちゃいそうなんだよな。ちょ、一回、舌で舐めるぐらいしといて、かな。ヒマナッツ。舌で舐める。ベロン。まひれ。まひらない。え、これ耐えるかな？なんか怪しいよね。もう投げるか。モンスターボール。これ。学校に着くの1時間ぐらいになりそうだな。ヒマナッツを捕まえたぞ。パピモルン可愛いなぁ、マジで。よし。とりあえず捕まえて。種ポケモン。とても卑怯は、襲われても葉っぱを必死に振り回して追い払うのがやっとだ。名前。そうだね。ハム太郎。ハム太郎なんだけど、ヒマナッツ、ひまわり。でしょ？暇なのだにしよう。暇なのだ。よし。ボックスへ送る。かわいい。
ヒマナッツなんか、こういう 3D 系になってからなんか初めて見た気がするな。あ、もう向かおうか。うん。何回も言ってるけど。やっぱ寄り道しちゃうんだよね。まあまあ、あそこにアイテムがさ、見えるとまた気になるけど。まあまあ、まあいいでしょう。とりあえず向かおう。ダメだわ、マジで。すぐ気になっちゃうからな。ヒマナッツでしょ？マジでね、もうこうオープンワールド系ほんとね、ダメなんだよね。大好きなんだけど、寄り道しすぎて進まなくなっちゃうからね。ここか。これは、な、どういう人？ドゥ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 、テーブル氏、配達員の方か。めっちゃいい、なんか元気いっぱい。ここから、あ、アーマーがいるんだ。あ、知らんかった。でもタクシー、今回のタクシー担当は違うんだ。アーマーがいるのか、マジか。強いんだよな、アーマーが。かっこいいし。いるんだね。また、バトルで活躍しそうだね、アーマーガーは。月明かりかっこいいね。ムキモッチの筋肉にはね、そんなの効けませんよ。充電。ムキモッチの腕やばいもん、筋肉。特防上がって、電気タイプの威力上げて、グルトンが歩いてるよ、後ろ。電気ショック。で、ここからこうやって見るとすごい大きさわかるね、今回、ポケモンの。ちっちゃいね、やっぱね。パモンめっちゃちっちゃいもんね。ヒデノリ。君に勝利をお届けだ。なんかかっこいいこと言い始めた。これなんか話しかけたらなんかあんのかな。テーブルシティは広いから、マップアプリは見なきゃ迷子だ。あ、なんかちょっとヒントくれるね。アドバイスみたいな。よし、もう行こっか。さすがに。行こう。ポケモン勝負してますか？なんか怪しい人いるな。怪しいな、この人。はぁ！これ本当にポケモンリーグの方ですか？なんか怪しいスカウトの方とかじゃない。どうもポケモンリーグです。ポケモン勝負してますか？ここ、南一番エリアで4人のトレーナーに勝ったら豪華な景品を、あ、そんなのあるんだね。やい、勝ちました。やってきてよかったね。たまたまだったけど。わあ、強いじゃん、電磁波。いいじゃん、電磁波。まあ、とりあえず回復して。いや、なんかいいね、今回のポケモンセンターのお姉さんのこの、なんか、ラフさがいいね。髪型かわいいね。何？方向機を押すと、エモーとカメラの起動を、下でカメラ、上でエモーと、左で見た目の設定、通知の確認。めっちゃ役に立つ。情報っすわ。あ、やっぱ見た目、やっぱ洋服あるよね。あ、もう冬とか冬服とかできるんだ。春。まあ、暑そうだからな、今。夏でいいんじゃない？ああ、ちょっとベストみたいなの着るんだね。制服冬は、おしゃれだけどちょっと暑いでしょ、今。絶対。ハイソック。あ、もうなんかいろいろあるな。グレーソックス。ハイソックス。まあ、まずデフォルトでいいんじゃないかな。そんなないしね。キャンバスデュック。もうデュックも変えられるのか。顔の設定もいつでも変えられるの、やっぱ。あ、なんかどっかに行って変えるとかじゃなくて、本当にいつでも変えられるんだね。ヘルメット。自転車用かな？スポーツキャップ。スポーツキャップかわいいな。スクールハマ、まあ、とりあえずなんか、多分学校行く前だからな、今。もうメガネかけられるんだ。姿を見る。こんなのできるんだね。変更しないで終わる。見た目、マジいつでも変えられるの、やばいね。これ顔、なんか髪型とかさ、増えんのかな。そこは気になる。あ、
髪型はさすがに、そう、まあ、そらそうだよ。さすがにすぐ変えられないよね。いつでも変えられるのすごいね、マジで。あれ、見た目変わってる？これ。大丈夫？変わってないね。あ、そういえばさっきの木の実拾うの忘れてたな。備えあれば嬉しいぞい。さっきの技すごい、わざわしいんで覚えた。ようこそフレンドリーショップへ。いやー、モンスターボールもうちょっと買っとこうか。よし。買って、なんかディークポイントで、払えるんだよな。とりあえずいいんじゃないですか？ちょ、マジで一回学校行こう、マジで。とりあえずなんか話進まないもんな。まあ、この先、ここの裏とかめっちゃ気になるんだよな。これはなんかあれかな？水の上行けるようになってからかな。まあ、とりあえず行こう、マジで。もう何回も言ってるけど、終わんないから、マジで。話が進まないから。太陽だよね、やっぱ。モンテか。元お城なのかな、ここら辺って、もしかして。おーい。あ、ネモさん、久しぶり、マジで。坂道のトレーナーさんと戦って、ポケモン成長したんじゃない？あー、見られてる。どれくらい、うわー、来た、勝負、マジ？やろう、やろう。このポーズ可愛いよね、ネモさん。実りのある勝負をしよう。やるか。ここめっちゃ迷惑じゃない？ここでバトルすんの。いいのかな？ネモさんのテーマいいよね。戦闘何してたっけ？パペモルンか。ワン。強くなってそうだし、今回は2匹で行かせてもらう。あ、ネモさんちょっとずつなんか本気出してくれるんだね。どうしよっかな。とりあえず交代しよっかな。ムキモッチで行くか。ムキモッチで行こう。ムキモッチ。はたく覚えるんだね。まあ普通に電気ショックで行こう。筋肉えぐいな、マジで。前足の。救助ナイス、パペモッチ。パペモッチじゃねえんだよな。勝ちへのこだわりを感じるよ。救助なんてやるじゃん。狙っても当たらないのに。パモなんだよ。なんかパペモッチとパモを間違えるな、名前。何した今。よし、じゃあ電気ショックで倒して、ムキモッチ。これムキモッチって名前にしてるからパピモッチとさ、間違えるんだよね、名前。絶対。パモ、マジで？パモ、電気タイプでしょ？うちはいるんですよ、地面タイプが。早くに目覚めたウドクパル。思った以上に押されてる。あー、ちょっと熱くなってる。ネモさんめっちゃいいキャラだな。よし、マッドショットでいいでしょう。楽しいね。とっておき？何何？怖いんだけど。あー、来た。これが噂のあれですか？テラスタルですか？噂の。これは、電気？あ、電球か、これ。電球被ってんのか。ポケモンテラスタル、タイプの威力をもっと高めるんだ。効果ないんですわ。またちょっと。いいよ。危なかったな、これ。マジ？連れてきててよかった。ウパー、ウドクパル。テラスタルもうできんのかな。わ、綺麗だな。よし。ネモさんいいわ。急成長にびっくりだよ。なんか本気マジで強そう。
ネモさん。照らしてる相手にスノーは勝っちゃうなんて。そうだね。なんとかしてあげるって何？強いから忘れがちだけど、ポケモン始めたばっかりなんだよね。勝負の俺。おお、元気のかけらありがとうございます。3個もくれんの？優しい。さあ、テーブルシティだっけ。門の向こうが学校の街でテーブルシティだよ。坂とか階段多いから、一休みして追いかけるね。うわ、すげえ。門の音。門の音？え、どんな感じかな？とりあえず自由行動がある程度できるようにまで進めたいよね、とりあえずは。わ、いいね。この石畳な感じが。でも意外となんか、なんかこう、昔の伝統的な感じ残しつつ、ちょっと最先のところは最先端みたいな。ああ、いいね。桜田ファミリアっぽい感じの。桜田ファミリアってもう完成するんだっけ？もうすぐ。追いついた、やっと追いついたね。いや、着いたわ、やっと。テーブルシティ。いや、意外と遠かったね。もうすぐ学校でスタートかと思ったんだよな。最大の都市なんだ、ここ。公益が盛んで、新しい技術や知識を求めて、たくさんの人たちがやってくるの。おえー、何やの、プレゼント。あ、髪型増えてんのかな。お惣菜が美味しいお店。サンドイッチかな。何が気になる。ちょっとお惣菜屋さん行こう。意外と食いしん坊だったり。ポケモン勝負できないもんね。勝負といえばテレアスタル使いたい。手続きが必要なの。代理で手続きもできるの。そうなの。制服アレンジできるブティックやレストランもあるから行ってみて。持たせて便利な道具ってる デリバードポーチ。なんかいろいろ気になるのが出てきたね。人通り見終わったら学校の前に集合。階段すごいから、階段えぐいな、マジで。大変すぎないこれ。またって楽しみにしてて。ニャモさんめっちゃいい人なんだけど。よし。すごいぞ。タイプ相性がわかるなんて。すごいね、この門。え、ちょっとどうしようかな。どうたくんじゃん。ここは、テーブルシティパルタで一番大きな街だ。何がどこにあるのかがわかんない。マップ開かないといけないの。ああ、いろいろ、あ、本当にわかりやすいね。すげえ。え、目的地に設定するとかできるんだ。ちょっと待って、これ何？え？え？何もないの？いいね、あらかわいい。どもども。なんだこれ。気になるんだけど。なんだこの人は。あらあなた、前世でいろんな体験してそうね。前世の記憶をスマホで占う、自称スマホ占いはいかがですか？やってみる？三葉にいるんだ、そういえば。前世の記憶、あなたが生きていた場所は。あー、なんかこれあれだっけ？ガラル、ガラル。あなたが前世で歩んでいたその場所は、そうですそうです。ガラル地方でチャレンジしながら、ポケモンをダイマックス。あなたの記憶を頼りに、スマホカバーを作ってあげましょう。わっせわっせ。なんか予想外の感じだった。ボール外カバー。ちょっと見てみるか。何？困って、なんか周りも変わるんだね。あ、違ったわ。ボール外か。ボール外か。ちょっと、翡翠にしてみようかな。翡翠地方。ガーデン大冒険、翡翠地方ってどこよ？まあ、そうね。あなたの記憶を頼りにスマホカバーを作ってあげましょう。
わっせわっせ。アルセウスフォンカバー、ちょっと待って。じゃあアルセウスフォンにしてみるか。せっかくだしね。やってたからね、せっかくだから。あ、いいじゃん、なんか。ボールガイよりいいわ。よし。ミツハニーこれ捕まえられないんだよね、きっと。パブ落ち、ダメか。あ、これ一緒に歩けるんだ。可愛いんだけど、めっちゃ可愛いじゃん。ずっと出しっぱがいいね。で、ちょっと忘れてたんだけど、あれあるんだよね。ちょっと待って。レポートじゃなくて、ポケポータルって何？あ、なんかあれか、通信系のやつか。あ、これまだいいかな。あの、なんかさ、おまかせ、みたいなやつ。あれどうすんの？パビモチ寝てる。まあ、にゃおはおを先頭にして。あ、これか、R。なんかあの、勝手に戦ってくれるやつ。これもやんないとね。これなんだ。アイスはいかがですか？ああ、さっきのやつか。こっちは何？あ、こっちも一緒か。あ、一緒だ。完全に一緒だ。ミツハニーが結構いるんだな。ここなんだ。え、なんだこれ。何？バルキバルだよ。え、これなんか料理がめっちゃあるね。デカデカパワー。デカデカパワーだからよくわかんないんだよな、まだ。パエジャーパルデア。あ、美味しそう。パエリアね。いいよね。めっちゃ美味しそう。ミツハニー。いや、お腹すくわ。ちょっと。こっちなんだ。何？どうサンドイッチ屋さんに、この人たちは、あ、会話してんのか。これ。ご時世でこの距離なの。それともなんかこの境界線上から出れないみたいな。なんかあるの。あ、一緒の店あった。これ、え、一緒の店これ。マジ？え？繋がってんの？てか、ドータくん結構あれだね。みんなドータくんをパートナーにする人が多いんだね、ここら辺は。ドータくんの質感すごいな。光沢すごい。何これ。テーブルシティ学びの街、アカデミー我が母校、ラララ。ん？あ、なんか写真が貼ってある。え、これ何なのマジで。普通にあれなのかな、なんかお店屋さんなのかな。みんなドータくん連れてんの何なのこれ。え、これ何？なんでみんなドータくん連れてんの。こっちもレストランなんだ。ピンチョス。待って、なんか料理がめちゃくちゃあるな。サンドイッチだけじゃないんだね。美味しそうだな、めちゃくちゃ。お腹すくよな、これ。アイスかな、これも。え、料理じゃん、これも。串のトリコ。焼きおにぎりまであるんだ。ちょっと、関東からこんばんは？あ、関東の名物ってクレープなの、今。関東地方。そうなの。熱いの食べてって。一緒か。なんか料理が美味しそうすぎて、ダメだな。ちょ、お腹すいちゃうな。ここなんだろう。お店がありすぎて、ちょっとね。すごいね。ここは入れないのか？これ何屋さんなんだろうね、これ。なんか雑貨屋さんみたいな。あ、入れたわ。買いに来た。あー、こういう系ね。なるほど。辛いしょ。薬局なのか、ここ。へぇー。サングラスが欲しいの。なんて書いてある。北側に売ってたような。当然、チルッとかいる。ここなんだ、洋服屋さんかな。R&T です。あ。H&M 的な？グローブ。これ。あ、一応なんか右にあれが出る。グローブね。グローブも確かにあった方が、
冒険的にはいいかもね。デミグロブってあんな。あ、かわいいじゃん、なんか。あ、グローブもね、なんか持っててもいいよね。ヘッドウェア、ポンポン帽。ポンポン帽かわいいな。なんか、なんで目つぶってんの？うちの子は。なんで目つぶってんの？ハバネロ。大角ってなんだ？あー、脅し師かなんかが書いてあるのか？ハバネロってじゃあ逆に何？え？あ、まあ、いっか。よくわかんないわ。ウェントリングラス。メガネも可愛いんだよなぁ。メガネもいいよね。ちょっとグローブ買っときますか。まあ、いっか。ま、まだいいか。ここなんだろう。ここは入れない。ここは？いや、お店がありすぎて、喫茶店だって。うわ、マジで美味しそうすぎてって。コーヒーとか、もうダメだって、マジで。お腹すくって。え、ちょ、広すぎる。ちょっと待って。広すぎる。ここ靴屋さんかな？パルデア靴センター。ハイテクスニーカー。まだ早いかな？ローカットスニーカー。あ、可愛いじゃん。ちょっと待って。パステルグリーン。パステルやっぱ好きだわ。パステルピンク。カーキ。いや、待って、落ち着こう。今はね、お金がない。買ってる場合じゃない。とりあえず、どんなね、一緒じゃん。あ、じゃあ、靴下。靴下屋さんか。スポーツハイソックス。あー、なるほど。こういう感じね。花柄ハイソックス。まあ、花柄いいじゃん。チェック。ちょっと待って、おしゃれだな。このメーカーさ、なんかソードシールドとかにもなかった？違ったかな？これとか。あ、普通にいいじゃん。ハイソックスのピンクとかさ。わ、めっちゃ悩むね、これね。ちょっとでも、一回、一応見るけど、ちょっと後からも買おうかな。分厚い靴下。冷え性には、そうだね。メガネ屋さんでしょ、これ、どう見ても。メガネの里。うん。あれさっきもメガネ売ってたけど、また違うメガネな。こっちは本格メガネってこと？あっちはなんか伊達メガネとかサングラスってこと？ちょっとなんか、すごいな。リアルだな、なんか。お店が分かれてるっていうのがね、今回と、特徴だ。何？ B2 って何？あ、こういうやつか。あ、こういうやつか。キャスケット。いや、キャスケットも可愛いなぁ。どうしよっかなぁ。どうしよっかなし、今買わないけど。冷やかしじゃん、完全に。スポーツキャップで、こう、属性じゃないけど、タイプが分かれてるのもいいね。うん。いや、ちょっとこれ、何？テスト勉強してる？全然してない。俺もだ。いや、なんかしてそうだな、こいつ、テスト勉強。してないって言ってやってるタイプだな、きっと。今日の気分は。ちょっと待って、広すぎて。ちょっと、大変だけど。なんか言ってる。知ってるか？ポケモンって600枚手持ちに入れられるんだ。持ちきれないポケモンボックスに送られるんでしょ？やっぱみんなあれだね、日差しが強いから、サングラスかけてる子が多い感じかな？一休み。TP エイド。体力落ちたわ。なんか、そんななんか、佇んでるよ、なんか。あ、美容室。髪型増えてんのかな？いらっしゃいませ。これ、あとお金ない。増えてる？いや、増えてないか。
あ、増えてる増えてる、ツインテールあるじゃん。ツインテールにしたいな。ギブソン、え、かわいいね。さ、前をさ、編み込んでんのもかわいいんだけどさ、この横の毛というか、え、めっちゃかわいい。どうしよう、めっちゃ悩む。多分今お金ないからな。ツインテールもいいんだけどな。なんで目つぶるんだろう。あ、開けた。え、どうしよう。髪型めっちゃ増えてる。え、めっちゃ可愛いね。ギブソンダックめっちゃいいね。え、ツインテールやっぱ好きなんだけど、可愛いけど、ギブソンダック可愛いな。コンロー、ミディアムパン、ミディアムパンもいいじゃん。え、めっちゃ増えてるな、髪型。かき上げロブ。オールバック、サイドパート、ストレートカット。ストレートカット今のやつだっけ？ボブカット、バズカット、ツインテーかギブソンタックかな。まあみんななんかこれにな、だいたいみんな髪型これ、ここ、これかこれにしてそうな感じはする。けど。え、ギブソンタック可愛いな。どうしようかな。ちょっと、ギブソンタックにしたいんだけど、今ちょっとお金がない、あ、リーグポイントでも変えられる。で、今回あれだね。今日どうします？カットしますね。よろしくです。あ、わかるわ、このなんか。ちょっとそわそわする感じ。ディーグポイントでも払えるから、意外といいのかもしんないけど。まあ、ちょ、後で変えようか。ここも。名前、ポケモンの技みたいな髪型の名前あるよね。サイドパートとか、ギブソンタックとか。この店で学校生のバッグの色使いを変えるんだ。どの色にしようかな。へえ、ちょっと見てみよう。まぁ、ちょっとね、一通り見てから。そういえばなんか売れるかな、なんか。キャンバスディック。あー、キャンバスディックの色違いもいいなぁ。ちょっとお店がめちゃくちゃ多すぎて嬉しいけど、大変。脅し物拾いまくって交換したい。リーグポイントで拾えば。え、めちゃくちゃいい世界だね。買いに来た。パープルクロス。あ、これあれじゃない？キャンプで使うやつか。まだキャンプやんないもんな。ピクニック。ここは、ちょっとお店が多すぎてマジで。大変なんですけど、いい意味でね、同じ店が2店舗あるだと。ネット通販を苦手でね、現物を見てから買いたいのよ。まあわからないでもない。たまに本実物見ないとちょっとわかんねえなってやつあるからね。あ、でもあれだね、使いやすいように、ここ本屋さん、同じお店でも、ちゃんと北とか西とかにあるかな？あるのかな？え、ちょっとお店多すぎてマジで困ってる、今。ご飯屋さん。大体見たんじゃないかな？うん。うん。多分一通り見たんじゃないかな？ここ見てないけど。いらっしゃいませ。オーラ！買いに来た。大体見たんじゃないですか？これで。ここなんだ。いらっしゃい大将。缶詰。ああ、まあ、サンドイッチとかの材料か。ここら辺は。マジ。めちゃくちゃね、もう、冷やかしに冷やかし。ここなんだ。ご飯屋さんか。なんか立ってるなぁ。あの人ちょっと話しかけに行こうかなぁ。欲張りすぎるじゃん。なんか初見見た時マジでびっくりしたけどさ。ポケモン卵、ピクニックでポケモン卵が見つかるのか。
初見ちょっとびっくりしたけど、なんか見慣れてくるとちょっと可愛く感じてくるよね。欲張りスマ。勘違いされたやつ。わ、ちょっと広すぎる。あ、この人だ。迷ってしまったよ。マップアプリを見るか。ただの迷った人だった。なんか意味深にいるから、なんかあるのかなと思ったら、ただ迷ってる人だった。ちょっとマジです。広。じゃあそろそろ向かおっか。ネモさんのところよっていうか、学校の前にね、集合して。この方は？ポケモンのサイズ。同じポケモンでも、あ、やっぱそうなんだ。いるんだ。大きいとこ、ちっちゃいとか。これあれか、バケッチャとかがいたらわかりやすいのかな。ザ標準。標準と大きいと小さいがあるのかな。じゃあ、なんか食べ物で、なんか大きいポケモンが見つかりやすそうなやつあったもんね。これさ、ちっちゃいと大きいでなんか能力的な違いあるのかな？違いあるんだったらすごい大変なんだけど。どうなんだろうね。お姉さん。道に迷った。いや、いいね。教えてくれるのやっぱいいね。じゃあ向かおっか。向かって、で、まぁ、ちょっとね、髪型変えたりとかして、したいね、ちょっと。とりあえず学校に行きましょう。この階段すごいな。あー、なんかいる。え？なんだ？ヘルメット。君もスターダに入れば、お日様のように輝けるのよ。EV のバッグめっちゃ可愛いんだけど、これ絶対グッズ出るよね。可愛いもんね、あれ。本当なんなの君さ、仲間と眩しい青春を送りたくないの？別に。こらこら、こっちとら勧誘ノルマあるんだから、さっさとスターダに入りなさいよ。困ったな。見守る。あ、終わっちゃうんだ。ちょっと待って。行きます行きます。あ、ディプレイヤー来た。助ける。近っ。スターダーになんか用？油断希望なら後でね。今お話し中なのでね。あたしら泣く子も笑うスターダー。君は知ってる。泣く子も泣く子も笑うスターダーなんだ。知らないけど、まあはいにしとこうか。知ってるのにその態度？スターダに入ればみんなビビっててっぺん狙えるんじゃないの？舐められっぱなしだと、ダンの面目丸つぶれ、勝負するっきゃなくない？スターダンか。やりますか。ちょっとウケるな、それ。あ、来た！ネズミ。ネズミだったやつ。これやばいな。毒タイプだったっけ？え、ノーマル？ノーマル毒？ BGM めっちゃいいじゃん。どうしよっかな。これはもう、ウドクパルでいいんじゃないかな。ねえ、交代。早くに目覚めた。ウドクパル。睨みつける。ちゃんと目のところだったよ、今。光ったのが。ちょっと味方受ける。ワードショット。BGM かっこいいね。ワードショット。いいよ。ウドクパル、いいね。意外とこう毒地面ってタイプがいいね。マジで。睨みつける。刺さってるよ。OK。BGM かっこいいんだけど。しるしる。次は？あ、終わりか。何そのポーズ。お星様になっちゃった。なんなのこのシンガオちゃん、マジ強いんだけど。後輩がやられた？先輩なんだこの人。こうなったら先輩である俺が相手をするしかないのか。ちょっとちょっと、あ、ネモさん来た。終わってます。
あ、生徒会長だっけ？あ、言ってたっけ？言ってたっけ、そういえば。もうダメだよ。なんか、すごいな、この子。スターなんか、ごめん、勘違いしちゃった。よく見たらスターだ。また強引な勧誘してる。あ、はい、どうも。生徒会長だもんね。あ、テラスタル？来た、テラスタル。テラスタルオーブを手に入れた。結晶の力を秘めているオーブ。エネルギーがチャージされていると、ポケモンテラスタルさせる、させる。え、すごいな。生徒会長の権限すごいな。ネモさんめっちゃいいキャラだな。お大事にされる感じですか？よっしゃスターダーの曲いいんだよな。これやんないといけないんだ、それ。てててん、ててててん、ててててん。あ、来た、ヤングウス。ヤングウスなんだ。パルダ地方ではポケモンが結晶化することがあります。それをテラスタルと言います。テラスタルボタンを押すと、テラスタル。タイプがテラスタイプになります。テラスタイプの技はいつもよりとても強力になります。テラスタイプの技はいつもより。なるほどね。しばらく使えなくなります。うまく使って。しばらく使えなくなるっていうのは結構ね、大変そうだね。あ、でもポケモン回復するといいのか。よし。やるか、早速。テラスタル。うわぁ、これちょっと感動。ここ感動。じゃあ、この葉でいくか。でで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 で。きたー、初テラスタル。あはは。かわいいなぁ。にゃおは、爆弾。あ、なんかちょっと違う。いつもの技が豪華になる。ここも変わるんだ。ノーマルタイプのテラスタルと破壊光線とかやばそうだな。なんかめっちゃ暗くなったけど。キラキラキラ。暗くなったけど。応援受けるな、ちょっと。よし。同じタイプの技はさらに強くなる。全然違うタイプにテラスタルするポケモンもいるから。ん？じゃあテラスタルして、草タイプのテラスタルになってノーマルタイプとか、噛みつくとか、他のタイプの技しても強くなってはいるのか。で、同じタイプだとさらに強くなるの？違うタイプに、いや、これいいよね。ポケモンの戦略すごいよ。ほんとすごいよ。わかんないんだもんね。どのタイプになってくるのかとかさ。普通にドラゴンタイプがドラゴンタイプにテラスタルして、もうさらに火力を開けて殴ってくるのか、ドラゴンタイプが鋼タイプになって、なんかフェアリータイプを受けつつ、なんか攻撃してくるのかとかもあるわけでしょ？マジでわからんな。オッケー。お疲れ様でした。流行るかな？いわゆるやんちゃな生徒の集まりなんだ。出席率も低いし、集団で暴走してるし、先生たちも頭を抱えてるみたい。あ、忘れてたわ、完全に。ごめん。ありがとうございます。EV のバッグめっちゃ可愛いな、マジで。先行くんで。いや、この子マジどうなっていくのか気になるんだよね。ストーリーで。人助けしてたんだね。あ、手入生なのかな？EV のバッグもふもふ。感想。まあ、同じか。同じ感想だったわ。地獄の階段って呼ばれてるのか、これ。よし。ネモさんのキャラ良すぎない？マジで。何この人は。俺、卒業生？たけし？宝探しってまだ続いてるのかな？カフェでしょ？
広いな、マジで。この人は？もう何も話してくれなかった。踊り鳥か、これ。踊り鳥だ。やっぱフラメンコ的な感じだから踊り鳥が結構ピックされてる。行きますか。もう寄り道しないでね。とりあえず行こう。まず学校に行かないと始まらないから、多分。地獄の階段上がってくるの大変だったでしょう。